の時サントスも良かったじゃないですか、うん、まあ、市川も右サイドでガンガン来てたし、そういうサーノーリが中盤でいてもゲームを作ってね、はい、本当にあの時のもうね、はい、エスパルスは本当に強かったですよね。99年というのはエスパルスの中でも特別な年だったと思うんですよね。初のステージ制覇、みんなが待ち望んでいた。最高ですね、最高です、エスパルス最高。あ、こんなもう長生きしてよかったと思う。静岡駅では数えきれない市民が出迎えた。そしてビールかけ。いやもう本当に最高です。こういうの初めてなんで、うん、すごい嬉しいです。今までで一番。そうですね、うん、最高ですね。もうやっとこの日が来たなって思いますね。はい。あっと待ちましたね。ねえ、もう僕らも待ちましたけど、サポーターにもね、あの待たしちゃったと思うんですけども、やっと今日ね恩返しができたと思います。ずっと2位が続きましたね。はい。でもその悔しい思いがこうしてね、気持ちよくビールかけに繋がったんで良かったです。おめでとうございます。ありがとうございます。年間王者へ、エスパルスはジュビロとのチャンピオンシップに臨んだ。第一戦で敗れているエスパルスは絶対に負けられないこの試合、沢登りを中心にゴールを狙う。ところが前半34分、ディフェンダーのミスから中山にボールを奪われると、最後は服部、ジュビロに先制されてしまう。さらにアレックスがレッドカードで退場。まさかの出来事に皆呆然となった。その直後だった。距離的にもだってすごくあったでしょ。うん、ありましたね、まさかそこでね、うんうん、まあ、狙ってくると思った思いましたけどね、狙ってくると思いましたけど、うん、まさかあのコースにね、うん、あの大舞台でね、うんうん、まさか入れられるとは思ってなかったですよ。本当になんかこうなんていうかね、こう寒気がしたっていうかね、うん、本当まあ敵だですけど、まあ本当拍手送りましたよ僕は。うん、ゴルフ あのショットに近いものがあるよね、あれって。いや、ありますよ、ね、うん、あれだって風もちょうど右からだったんですよ。右からのちょっとこうフォロー気味、フォローよりも本当右ですね、サイドって感じで。あ、ちょっと抑えられて、だから蹴る時にイメージしたのがポストの右側から行けばちょうどよく入るなと思ったんですよ。あ、普通だったら風あんま考えないじゃないです か、うんうん、だから風向き結構考えてましたもん、あの時。まあ怒りもあったんですけどね、あのゴールの時、はい、うん、アレックスが退場してしまって、うん、こんな重要な時にと。しかも1点入れられてるって状況で、だそういうアドレナリンも出たのは確かです。